篠原智恵、篠原智恵、篠原智恵、1979年3月29日台は、は日本の女優、歌手、タレント、デザイナー、音楽プロデューサー。1990年代末期に原色を基本とした個性的なファッションと強烈なキャクターで篠原ブームを巻き起こした。古立プロジェクト所属。東京都大梅市出身、実家は元お寿司屋。 本名のともの名は赤いシリーズのファンであった両親が三浦智一のともと山口も恵の恵みから取ったものである。10歳の頃からデザインに興味を持ち人形の服や小物を自作するようになる。幼少時はおとなしい性格だったが小学4年の時にバレエを始めたのを機に明るい性格に変わる。中学1年の時に軽音楽部でバンドを始め、 ギター兼ボーカル担当、中学3年の夏休みに、ソニー歌手オーディションに合格し、新人開発部に所属。デビューに向けて、ボイストレーニングのレッスンを受ける。1994年4月、東京都立八王子工業高等学校、応用デザイン科に進学。1995年春、ソニーのラジカセ、ドクター・チェンジャーの CM の企画を持ってきたディレクターに、 見出され、石野卓球プロデュースにより、同年7月1日に、篠原智恵、石野卓球名義のシングル、チャイでデビュー。1996年、フジテレビ、へい、へい、へい、でのダウンタウンへの起点の聞いた、傍若無人ブリやレギュラー出演の、ラブラブ愛してる、ゲストの楽屋襲撃コーナー、篠原智恵のプリプリプリー。 で人となついハイテンションなキャラクターで人気を得ると、数々のバラエティ番組で引っ張りだこになる。1997年3月1日、医師の卓球プロデュースによる最後のシングル、ウルトラリラックスを発表。この年に、東京都立八王子工業高等学校、応用デザイン科を卒業。高校の推薦により解いた女子短期大学。 皮膚科に進学するが、裁縫技術を学ぶため翌年に、文化女子大学短期大学部、服装学科を一般研修再入学。同年4から6月、ドラマ、5で連続ドラマ初出演。同年8月には、映画、デボラがライバルで、銀幕デビュー。1998年、初のバラードシングル、心のうさぎを発表。エステテティックサロン。 高野由里のテレビ CM として本人も出演している。前年から CM で共演していたユうスケ・サンタマリアとのユニットカロゴンズとして2枚のシングルを発表。同年8月発表のアルバムメガホン・スピークスからはセルフプロデュースのと作曲を始める。1999年20歳の誕生日記念の日本武道館ライブでは1回アリーナ席をステージにし、 篠原智恵を誕生日会員誌のドームと題し、無料ライブを行った。2000年1月、ファッションショー、篠これ21世紀に作る21歳の篠原、智恵がデザインする21体の服を在学中の大学にて開催。同年10月に作詞、作曲、衣装デザインを手掛けたミュージカル、天使からの招待状で、初舞台。2001年3月、 文化女子大学短期大学部、服装学科を卒業。同年、ミュージカル、ありがとうサボテン先生では出演、自身初のコスチュームデザイナーとして参加した。2002年、後に、この体験が、自分の大きなターニングポイントとなったと話す。初めてのストレートプレイ舞台、第9回、竹中直人の回、月光の筒、シみに出演する。 同年、ソーネットによるインターネットコンテンツ、ハッピーストアでは、日本初の生中継でのレギュラーパーソナリティを務め、話題となった。2004年から2008年まで、キッズステーションの教育番組、モンスタージオで、歌のお姉さんとして、出演のほか、本人のコスチューム制作を担当し本人作し、作曲による楽曲提供も行う。2005年、アニメ、 子供のおもちゃがフランスのテレビ局でも放送され、篠原が歌っていた後期 OP 曲、ウルトラリラックスにも注目が集まり、クラブで頻繁にプレイされるなどヨーロッパで目を集める。そのため、篠原は2005年11月、2006年3月6月に、途仏、パリでライブを行っている。2004年、アストリット・リンド・グレーンの童話、長靴下のピッピ原作のミュージカル。 ピッピの主演を務め、2006年には、全国5カ所、東京、神奈川、愛知、大阪、福岡で再公演された。以後、積極的に舞台に出演。ミュージカル、ブラッドブラザーズ、リンダ役、音楽劇、ファウスト、マルガレーテ役、白井明演出、三文、オペラ、ポリー役など、様々な作品のヒロインとして抜擢された。2008年には、 一世尾形の舞台、B 面生活に出演。同年、蜷川幸を演出、表裏弦内河津が出演では、妖艶なおいらんを演じた。2009年、布一面に描いたイラストをその場でカットして、即興の服を作るイベントを主催。また同年からは、NHK 教育の幼児番組、身につけた。において、レグ役を務め、2010年からは、身につけた。3にも出演。 レグレグアイドルやフルーツバスケットを歌っている。2010年、篠原智恵デビュー15周年記念ライブ、ウルトラリラックスデー2010をリキッドルームにて開催。東京都青ヶ島にて無料ライブと本人による解説の星空観望会も開催。この縁で東京都青ヶ島村の公式サイトには本人による星空解説がリンクされている。色彩検定。 カラーコーディネーター検定、アロマテラピー検定に急に合格。2011年、NY ジャパンソサイティ主催の特設ステージにて、バンドヒカ州と共に、ニューヨークでのライブに出演。この年、自身初のロックフェス、ライジングサンロックフェスティバルに演し、ドーナツ、デビュー時まで在住した東京都大梅市でのライブを開催し、衣装制作、総合演出も手掛けた。 天文宇宙検定3級に合格し、星空博士の称号を取得。2012年、10代の頃から自宅で制作、録音していた楽曲を、作詞、作曲、プログラミング、アートワーク、イラストデザイン、衣装制作を手掛け完全プロデュースアルバムとして2作リリース。CD 発売記念ライブでは、アンプラグド編成による芝居仕立てのライブを行う。 また同年からは、FM 東京で東京町角天文台のメインパーソナリティを務めている。2013年5月に芸能事務所、フルタッチプロジェクトに移籍。全国公開予定のことで2 0 0周年記念作品、猫と電車では、映画主演。オープニング、挿入歌、エンディングテーマ曲は自身制作のアルバム、ベター、から、楽曲が起用されている。同年、 松藤谷正隆のラジオ出演をきっかけに、松藤谷由美のコンサート、ポップクラシコの衣装デザイナーに抜擢。全独着の衣装とともに、全メンバーのスタイリング等も手掛けた。同年から日本テレビ放送網のポンの曜日パネラーとして、レギュラー出演を開始したほか、様々なテレビ番組でのゲスト出演が増え再ブレイク、と報じられた。2014年1月に、 天文の普及活動による空ガールの活動が認められ、小惑星篠原14,555が国際天文学連合で学術名として正式登録された。4月には NPO 法人デザインアソシエーションが国際デザインイベントミラノサローネ内で東京デザイナーズウィークインミラノ2014を開催し、篠原はこの中の大風呂式典に作品を出展。 同 NPO 団体の理事にも就任した。さらに同年には、内閣官房知的財産戦略推進事務局の CJ ムーブメント推進会議クールジャパンをデザインするの第2期メンバーに選定され、クールジャパン戦略を所掌する内閣府特命担当大臣の稲田智美らと共に会議に参加している。2015年デビュー20周年を記念し、 篠原智恵篠原ラー展と題した個展を開催する。2016年3月13日、初代の大梅親新前大使に任命された。2017年には、鳥取県の鳥取ふるさと大使に任命され、同県の観光 PR、星鳥県のプロジェクトの星鳥県スター大使にも就任。1996年夏から1998年にかけて、 個性的な、シノハラのファッションを模倣するティーンエイジャーの女性が、数多く現れ、一種のファッションリーダーと化した。シノラーと呼ばれるファンを多く抱え、子供や女の子だけにとどまらず、男女、年齢問わず男シノラーや親父、シノラーが登場するなど社会現象となる。後、この流行に嘘く、これを正確に捉えることができなかったメディアの雇用により、シノラーという言葉が、 シノハラ自身の愛称として使用されるようになった。シノハラ本人のくねくねした動きや、グッフフ、くるくる、プリプリ。語尾にデスをつけると、ファッション以外にも剣道もシノラー要素となる。シノラー初期はシノハラ自身が衣装を制作していたが、スタイリストがついてからはシノハラがデザイン画を描くことで、オリジナル性のある衣装を作っていた。シノラーファッションの構成要素は、 お団子頭とパッツン前髪。初期は、スーパーラバーズ。ハーフパンツに、サスペンダー。くしゃくしゃ靴下にゴツゴツとした靴。初期は、ドクターマーチン。顔に星などのシールを貼り、100円ショップで売っている。キラキラしているアクセサリー。縄跳びで作った腕輪と木玉指輪。縁日の露店で売っている腕パッチン。篠原曰く、ミラクルパッチンと、腕時計を二つ。 動物キャラクターなどのポシェットをつけ、髪にはモールやうさぎ帽子などをかぶり、羽をつけたランドセルなど、原色を多様しランダムに身につける。メイクは黒髪、ナチュラルな太眉であるのも特徴。その後、パンクスタイルのパンクシノラーや子供服をアレンジしたチャイルドシノラー等、様々なアレンジもされている。トレードマークのお団子頭は事務所に所属する前に、 自分が一番伝わるスタイルと自分で考え出したもので前髪パッツンは切ると気合が入るから。シノラーグッズは篠原本人がデザインをしたもので、シノラー人形やビニール素材のダッコちゃん人形風のシノタコといった商品もライブ会場で発売された。シノラー人形は初期のシノラーバージョンと後期のウサギシノラーバージョンの2種類があり、フジテレビ、へい、へい、 ケの出演の際には、松本人志にプレゼントしたシノラー人形を投げられている。シノタコあるイジコピーされたものが、縁日等でも売られ天才バカボンとシノラーを組み合わせたシノラボン等のグッズも当時、販売されていた。フジテレビ、笑っていいとも。の、コーナーテレフォンショッキング出演時には、全国シノラー選手権が開催され、全国からシノラーファッションの若者から、 大人が集まり、グランプリの男シノラーにはシノハラ本人から腕輪を授与された。フジテレビクイズ番組カルト Q ではシノラーが題材となり、全国から参加した若者がシノラーの知識を競い合った。お笑い芸人がしばしばネタにすることもあり、1996年12月24日放送会の第19回笑っていいとも。クリスマスイブ特大号では、 99の矢部広之がモノマネを披露。2000年10月3日放送会富士テレビ、モノマネ王座決定戦では、ダチョウクラブがモノマネしており、2011年11月24日、放送の、アメトーーク、泥の97年デビュー組芸人の回では、レーザーラモ RG が、番組エンディングシーンに、シノラーファッションで登場し、2012年2月23日放送、ゴッドタン、 第9回芸人マジた選手権 SP では森美なの大島みゆき黒沢和子がサーブスブランドとてオリジナル曲フルフルフルパワーをシノラーファッションで披露している2013年日本テレビ系得意ともとうとうるわしのシェリーが今夜比べてみましたで篠原本人のスタイリングで出演のシェリーがシェリーラーとして完璧なシノラーファッションを再現した 芸能界での元シノラーは、森みなかの大島みゆきや女王鉢のビーカルアブちゃんや、倉木舞、森泉ひとしが公言している。2010年、篠原ともえデビュー15周年記念ライブ、ウルトラリラックスデーで2 0 1 2にて、当時のシノラーファッションでピエールガキと共に、シノラーファッションで登場している。また、2012年11月11日に放送された、テレビ朝日。 シるシるミシルサンデーの2時間スペシャルに出演した時にはシノラーファッションからスーツ姿に変身するストーリーで番組リポートを行なっている。初作詞は忘れちゃうもん、シングル、やる気センセーションのカップリング。実質的には電気グルーブの未発表楽曲の補作詞。初プロデュース箸のランドパンクの丸儲け。アルバムメガホンスピークス制作時。 1997年9月に初めて機材、タスカム・ポートディオ414を購入し、作曲を始めている。その後、1999年秋までに、アマニー・コード、ヤマハイム D8、ローランド MC-303 などを購入。作曲の際は、鼻歌をサンプリングして少しずつ加工し、その音源をプロの編曲家、あるいはコラボレーションするミュージシャンに渡して、 補作曲、編曲してもらうというスタイルをとっている。学生演語会、アンの CM でのノイズファクトリーのメンバー、ベーシストと、キーボーディストとドラマーとの共演をおきっかけに、ノイズファクトリーと結成したバンド。唯一のシングル、丸儲けは篠原にとって、初となる、セルフプロデュース作品。編曲及びギターを担当しているのは和元アンセム、シャイブルーの清水明夫。 プロモーションビデオでは1分以上の寸劇が繰り広げられた。1997年10月から11月にかけて学園祭ツアーを行うが、同年12月5日のノイズファクトリーの解散ライブ、シノランドパンクも出演ともに解散。なお、2006年のずっとのコンサートの際、元ノイズファクトリーのメンバー、キーボーディストとドラマーがバックバンドを務めている。 所属事務所の先輩、当時ユうスケ・サンタマリア、ビンゴ・ボンゴ時代から仲が良かったとのユニット。トヨタ自動車、カローラ・ツーリング・ワゴンの CM で、ノベルティ・ソング・君の CM オリジナルソングを歌ったところ、視聴者からの問い合わせが徐々に増えて、CD 発売の運びになった。プロモーションで数々の音楽番組に多数出演し、ユうスケがバラエティ番組に進出するきっかけを作った。 ユースケの大ブレイク後、篠原は、ユースケ・サンタマリアは私を踏み台にしたと、イネタを頻繁に使用している。CM 期間終了に伴いユニット解消。なお、カロコンズのテーマのプロモーションビデオには、篠ランドパンクの学園祭ツアーの際に撮影した映像が使われている。フジテレビ系、ラブラブ愛してるで、デシマイサムと共演したのをきっかけに結成したライブバンド。当初は、 手島とのユニット、シノテ、シーだったが、すぐにエビ、ベースが加入。エビ、手島の元所属バンドユニコーンのコーンを取り、シノコーンという名前になった。1997年12月から1998年2月にかけて、ライブハウスツアー、シノコーンを行った後に解散。オリジナル曲はないが、ユニコーンの曲を多数カバーしている。手島は、その後、 篠原のバックバンド、チームリームマシンのバンドマスターを務めた。フジテレビ系、ラブラブ愛してるないの企画、GoGo Go! バンドキッズで結成したバンド。メンバーは、堂本剛ギター、堂本光一、ギタードラム、篠原智恵、ベース、吉田拓郎、ドラム。結成間もなく吉田拓郎が多忙理由に合体し、堂本光一が、 急遽ギターからドラムにコンバート。その際に、ドラムのビートがルーズというところからバンド名が決まった。なお、篠原は、ポール・マッカートニーのオマージュで、レフティベースを使用している。1998年7月18日、27時間夢、劣等性ラブラブ愛してるスペシャル内で、オリジナル曲、ザ・ナイト・ビフォー・ユア・バースデー、プロデュース、松藤屋正隆を披露して解散。 その後、2001年3月31日、ラブラブ愛してるの最終回、ラブラブオールスターズ最夜ならコンサートの際に再結成。堂本剛、ギター、篠原智恵、ベース、堂本光一、吉田拓郎、ドラムで同曲を披露し、その際に制作時の裏話なども明かされた。2005年12月、篠原は、新堂本兄弟にゲスト出演した際にも同曲は、披露されたが、 再結成という形は取っていない。フジテレビ系、ラブラブ愛してる内で生まれた、ガールポップユニット、堂元光一による命名。メンバーは、篠原智恵、下川美久に、ラブラブオールスターズ、藤田洋子、ラブラブオールスターズ。全員ボーカルのため、伴奏は、ラブラブオールスターズに頼っている。1999年秋に結成し、 主に番組内の音楽コーナーの際に活動していたが、2000年7月31日、t s のライブにゲスト参加。翌8月1日にラブラブオールスターズを従えて、ライブ、ネズミ返しとラブラブオールスターズライブ2000、ラブラブガールポップを行い、この際にオリジナル曲、ラブラブガールポップを披露している。同曲は、同月8日のともえちゃん祭りにおいて、篠原ともえ、 下川みくにチイエスの構成でも披露された。その後、当のラブラブ愛してる内で披露するタイミングを逃し、活動休止状態になるが、2001年3月31日、ラブラブ愛してるの最終回、ラブラブオールスターズサヨならコンサートの際に、再び集結し、同曲を披露している。アニマックスドットコニちゃんのテーマソングの作曲の依頼を受けた。 うざきりが、美空ひばりのトリビュート版で共演した篠原にオファーを出したのがきっかけになって結成したユニット。同アニメのテーマソング、キャラダモンをリリースし、音楽番組にも多数出演。篠原とうざきのミスマッチさが話題になった。うざきがかなり乗り気で、新曲も作っていたが、そのレコーディング前に、篠原はが歌手活動を休業したために、ユニットは立ち消えになった。 なお同年に、宇崎が主演した映画、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃に、篠原も出演している。ともえちゃん祭りで共演して、以降親友になった、松本英子とのポップユニット。2004年1月28日にドリームミュージック内、ずっとレーベルから、シングル、明日に続く空でデビュー。制作票を抑えて、制作。 300円というメジャー会社としては最小価格での販売や卒業シーズンに合わせて小学生がクラス単位で購入する現象が起こるなどして話題になった。2006年にはシングル恋に続く街をライブ会場で限定販売、後にダウンロード販売している。2007年にはふわふわの空が映画コーラス隊の主題歌として起用されずっとの二人も特別出演した。 モールマットとのユニット、ゲストボーカル。モールマットのインディーズ時代の曲のカバー、月明かりをリリース。なお、モールマットは2005年10月29日に活動停止を発表している。篠原の発案で音楽とダンスの融合を目指して結成されたアートユニット。ユニット名はウルドゥー語で水のバレエの意味。メンバーは篠原ともえ、ボーカル。 一時帰国中の本田ダユカ、音楽監督、スティーブ・エトウ、パーカッション、地下ダンス。同年にライブを数回行うものの、本田がニューヨークに戻り活動停止した。ライブの一部は、篠原智恵の YouTube のチャンネル東マイチャンネルで配信されていた。現在は削除。活動停止後間もなく、篠原智恵、ボーカル、サンプラー、スティーブ・エトウ、パーカッション、ケンケン。 レースというメンツでセッションバンドを結成している。電気グルーブのレコーディングで一緒になったり、シングル、ユーフィーバーの編曲を手掛けてもらったりと交流の、あった、ジャコガミーとのエレクトロポップユニット。ライブの一部は、篠原智恵の YouTube のチャンネル東マイトチャンネルで、楽曲の一部は、 マイスプイス内の東京フラッシュ。このチャンネル http コロンスラッシュスラッシュ www.myspace.com スラッシュ tomoeshinohara で配信されていた。現在は削除。テレビ朝日の配信動画番組、死のバニーで共演している、バニラビーンズと結成したユニット。2016年9月28日にシングル。 女の子男の子を発売。菊池組2004年にお得味に解消の全面プロデュースで1996年から毎年8月8日のフジテレビの日にお台場 .com やお台場冒険王に代表されるフジテレビの夏の総合イントの一環として行われたジョイントコンサートの通称1996年のフジテレビ祭り以降篠原智恵と お友達、ともえちゃんと、夏休み、ともえちゃん祭り、ともえちんフォークジャンボリーと名称を変遷してきた。篠原は、初回から出演し、1996年は、コメコメクラブの石井達也と共に司会を務め、1997年1999年は、メインアクター、2000年から2008年、2013年は、アシスタントを務めた。また、 1999年から、篠原作詞、作曲の、ともえちゃん温度が、テーマソングとして使われている。現在のレギュラー番組不定期出演過去の、レギュラー番組単発ゲスト出演を除く、出演番組を列挙する。詳細な出演リストは公式サイトを参照。現在のレギュラー番組過去の出演番組、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。